皆さんはテテが激怒したところを見たことがありますか？5歳児や異次元と言われ、いつも不意に面白い行動や発言をするテテ。そんなテテにも激怒することが多々あったようです。そこで今回は BTS テテの激怒エピソードについてご紹介していきたいと思います。こちらは95年生まれの仲良しコンビのクォズことジミンとの間に起こりました。2020年のアルバムマップオブザソウル7には2人のデュエット曲フレンズが収録されています。その曲の歌詞、餃子事件はコメディ映画の元ネタになったエピソードが餃子事件です。ドラマの撮影を終えて腹ペコで現場に来たテテは、練習前に餃子を食べたいと注文していた餃子を一口食べたところ、ジミンが今はメンバーみんな食べてないから練習が終わってから食べようよと提案。しかし超腹ペコだったテテはこれに反発し喧嘩になってしまいました。ヒョンたちにも外でやれと怒られ、素直に外で喧嘩した2人はそのまま2日間口を聞かなかったそうです。その後無事仲直りしたジミンとテテですが、この餃子事件にはさらに素敵なエピソードがありました。外でやれとヒョンたちに怒られた2人が呼び戻され、話し合いになったその日の夜、ジミンはユンギとお酒を飲みに出かけました。その時酔っ払ったジミンは夜の公園でテテと再会します。ジミンは、おいテヒョン、お前それじゃダメだろお、と叫びました。そんなジミンをテテは携帯で動画撮影していたようです。しかも今でもその動画を大事に保存してあるのだとか。その時の公園の風景を描写した曲がテテと RM のユニット曲4時です。こんな光景が嘘みたいな美しい曲となっているのですが、餃子事件はファンの間でも人気の高い2曲が生まれた神エピソードとして受け継がれています。ファンの間でも胸を締め付けられるエピソードとして知られるのがジンとテテの公演直前の大喧嘩です。2018年のツアーウィングスのニューヨーク公演初日で、公演10分前の最後のミーティングの際、テテがジンのパフォーマンス中の動きにもう少し早く移動してほしいと意見をしたことがきっかけでした。しかし初めてのニューヨーク公演を前に神経質になっていたジンはテテの言葉に気分を害し、僕だってできる限り早くしてると言い返します。テテはさらに、前はできたのに兄さん急にできなくなってるんですと反論し、言い争いになりました。そこにリーダーの RM が、今解決できることじゃないだろ、本番直前に何してんだと注意し、一旦その場は収まりましたが、テテは納得できない様子でステージへ。ジンが冗談だと思っていたと謝罪してきたことが、真面目に話し合おうとしていたテテには腑に落ちなかったようです。公演中落ち込んでしまったテテを RM が励まし、ジミンやスタッフが2人を気遣って声をかけ、ステージは大成功しましたが、公演後に話し合いの時間を設けた BTS メンバーはジンとテテが2人で話す機会を作り、無事に和解することができました。 BTS はこの喧嘩に限らず、トラブルが起きたらその日のうちに話し合って解決することを徹底しています。そのおかげもあり、テテとジンの絆はより深まりました。2022年3月6日にジン、J-HOPE、テテ、ジョングクの4人によるライブ配信が行われました。2年ぶりの韓国でのオフラインコンサートを控えて、体調管理の方法やコンサートの準備の仕上がり具合、無歓声のコンサートがどのような雰囲気になるのかの不安などについて思い思いに語り、和気あいあいとした雰囲気で楽しい時間が過ぎていきました。最後に1人ずつ、ジョングク、テテ、ジン、J-HOPE という順番でコンサートの抱負を一言ずつ話すことに。トップバッターのジョングクは立派に抱負を語り終えて緊張が解けたのか、テテ以降のメンバーのコメントはだいぶリラックスして聞いているようでした。しかし体を動かしたり、隣のテテにいたずらをしたり、踊ってみたりと、だんだん落ち着きがなくなっていきます。
そして J-HOPE の順番になると、いつもの無邪気な少年モードのスイッチが入ってしまいます。J-HOPE がカメラに向かって真面目に話している最中に、ジョングクはソファーにどっしりともたれかかるように座り、さらには足を組み始めます。これを見たテテが、ヒョンが話しているのにこいつは、と言いながら素早くジョングクに注意をし、ジョングクを叩くような動作をしながら足を組むのをやめさせようとします。テテに注意されたジョングクはすぐに姿勢を正しますが、それでもテテに向かって笑いながらちょっかいを出します。怒っていたテテもジョングクの可愛さに思わず笑ってしまい、最後には2人でじゃれ合いながら笑っていました。テテとジョングクはお互い性格が似ていて、お互いを必要だと公言している通り、いつも一緒にじゃれ合って遊んでいるイメージがありますよね。しかし、たとえ気心知れたメンバーでも、年長のメンバーに対しては礼儀正しく振る舞うべきと考えるテテの道徳感が垣間見えたシーンでした。またテテの注意を素直に聞き入れるジョングクにも好感が持てましたね。2021年10月15日にテテはウィバースに呆れるうを歌いたい気持ち、今日の夢であいつらの首の後ろに毒針を打ってやるつもり、首の後ろに気をつけてと投稿しました。これは前日に持ち上がったデマの熱愛説が拡散されたことに対しての投稿です。そのデマは韓国トップのリゾートグループであるパラダイスグループのチョン・フィリップス会長の娘と熱愛中であるという内容でした。13日にテテが出席した2021韓国国際アートフェアの VIP 向けプレビューイベントに彼女も同席していたということや、テテがよく身につけているアクセサリーがチョン氏が立ち上げたブランドのものであるという情報とともにデマが拡散されました。事務所の背部はただの知り合い関係だと熱愛関係を即座に否定。テテのコメントを確認したファンからも、どれだけもどかしくてコメントを残したんだろう、人が多い場所であからさまに公開デートするはずないでしょ、展示会も自由に行けないの、デマもひどいね、疲れそう、など同情の声が多く寄せられました。ちなみにテテが引き合いに出したうという楽曲は2020年にリリースされたアルバムマップオブザソウル7の収録曲で、ネット上で無意味な怒りや憎しみを煽ることに時間を費やしている人たちへの嫌悪感をラップラインの3人が感情豊かに表現しています。特に強調しているのは、公の場に立つ人間は公に批判されて当然だという考えのもと、有名人を貶めるヘーターたちが有名人の人間性を完全に無視している点です。歌詞には真実も嘘になる、嘘も真実になるなどの内容が含まれています。テテはこの曲を引き合いに出すことで、常日頃からデマに悩まされている怒りを社会に理解してもらいたかったのだと推測されます。テテは公式ファンコミュニティで、仕事の面接を前に緊張しているファンにアドバイスを送るなど対話を楽しんでいました。そんな中、テテがあるファンの投稿にムッとした様子で注意する場面があったのです。ファンコミュニティは BTS メンバーとファンが交流をするために開設されたため、基本的にどんなことでも投稿して良いのですが、テテには許せない投稿だったみたいです。それは J-HOPE が変な顔をしている写真を面白おかしく使ったものでした。それに気がついたテテは、こういう投稿をする人とは会話しないとファンに注意、僕たちのヒョンを守ってください、おかしな写真をアップするアーミーには返信しませんと言ったのでした。常にメンバーを気遣い大事に思っているテテだからこそ、たとえ愛すべきアーミーであっても大切なメンバーをバカにするような投稿を許せなかったのでしょう。またファンコミュニティは BTS とアーミーが一緒に仲良く楽しむ場であり、人を傷つけるような投稿をしないでほしいと勇気を持って注意したテテに称賛の声が上がりました。怒っていたテテですが、この一件があり、ファンの投稿を見てテテが怒っている、ヒョン重いな、弟だね、愛おしい、テテのコメント、怒ってるけどメンバーを思っているがゆえの行動だよね、
大好きなアービーにもちゃんと注意して、本心を伝えるのは信頼がある証拠だ。素晴らしい。テテごめんね。気を引きたいからって変な写真を使うのは良くないよね、などとファンも理解を示しました。現在、このテテの投稿は削除されていますが、ファン同士でメンバーを悲しませるような投稿をしないようにと、常に呼びかけ合っているようです。今回は、テテの激怒エピソードを5000ご紹介しましたが、いかがでしたか？日頃は5歳児や4次元と言われているテテでも、やはり怒ることはあるし、メンバーを誰よりもリスペクトしているエピソードばかりでしたよね。そんなテテだからこそたくさんのアーミーに愛されているということなのでしょう。それでは、次の動画もお楽しみに。ボラヘー。